ラテン語学校は14世紀から16世紀にかけてのヨーロッパにおける中等教育のための学校でイングランドにおけるグラマースクールに相当する。入学が許されていたのは男子のみで女子はアカデミックな教育は必要ないとされていたためだった。教育の重点が置かれたのはその名の通りラテン語の習得であった。ラテン語学校における教育においては 複雑なラテン語文法の学習が重視され、特に初期においては中世ラテン語がその対象となっていた。文法学はトリウイウムの中でもリベラルアーツの中でも最も基礎的な学科であり、文法学を象徴する図像は教師が生徒の懲罰に用いる看板の枝打ちであった。ラテン語学校は生徒に大学への準備をさせるところであり、 中流階級の生徒たちには、社会的上昇を可能にするとでもあった。このため、平民の指定が、ラテン語学校に学ぶことも珍しくなく、その多くは生殖を目指すものであった。14世紀には、ヨーロッパの各地に、ラテン語学校が存在し、また、平身との指定にも門戸が開かれていたが、後に、教会は、 いずれ聖職者となるものだけを教育する目的で、ラテン語学校を運営するようになった。1450年頃になると、ラテン語学校は、ルネサンス人文主義の影響を受けるようになる。イングランドでは、そのようにはなかったが、一部の国々では、大学や一部のカトリック教会が、ラテン語よりも、各国語を重視するようになるにつれて、ラテン語学校は人気を失っていった。 ヨーロッパ中世世界においては、文法はあらゆる学問が寄って立つ基礎であると考えられていた。グラマースクールやラテンスクールでは、ラテン語を使ってラテン語を教えていた。ほとんどすべての学問、大部分の放送や行政関係の業務でラテン語が使用されており、もちろん教会の典礼もラテン語で行われていた。平信徒の中にも、 正式に教えられたことがなくても、ラテン語を少々話したり、書いたりする者がいた。裁判においても、ラテン語を介さない当事者にとって、不公正であったにもかかわらず、訴訟手続きにはすべてラテン語が用いられ、とりわけ教会裁判では、それが著しかった。ラテン語学校の生徒は、多くの場合、5年ほど在学することになったが、3年生とも、なると、 ラテン語の文法を十分に理解したとされて、下級生や劣等生の指導にあたる教師の補助を務めることがよくあった。7歳の少年であれば入学年齢に達しているとみなされ、入学そのものが幼い子供から少年への成長とみなされた。しかし、より年長の男性でも授業料を支払いさえすれば入学して学ぶことができた。生徒たちは、 通常は10代後半には学習を終えたが、生殖に進むことを望む者は24歳になって、助任されるまで在学して待機しなければならなかった。在学年数には通常は一定の制限があったが、例えば、その学校の創設者の親族である場合などに延長が認められることもあった。ラテン語学校の運営は委員会に委ねられており、委員会は教師を雇って、 賃金を支払った。この種の学校に対する町の行政当局の監督権限は通常はごく限られたものであった。どこに所属しているわけでもないフリーランスのラテン語教師が自ら学校を開き授業料を支払うものなら誰にでもラテン語を教えることもよくあった。こうしたフリーランスの教師による学校は教師の自宅で教えているのが通常であった。このか。 家庭教師として、生徒の家に住み込んだり、毎日通って教える者も,もいた。こうして学ぶ生徒は、尾崎実織の指定からエリートまで幅広い階層に渡っていた。もし、濃度の子が学校へ行きたいと望むようなことがあれば、その子の労働価値に見合うだけの保証金が、主人に支払われることになっており、主人の承認がなければ、学校には行けなかったルネサンスによって、知的、 政治的、経済的、社会的な諸々の革新がヨーロッパで起こると中世以来のラテン語学校に対する人々の態度にも変化が生じた。ルネサンス期の人文主義者たちは中世ラテン語を野蛮内語だとして批判した。オランダの人文主義者でシデリウス・エラスムスはラテン語の教え方が悪いとして教会を非難した。エラスムスは ローマカトリック教会内部における改革のためには古典の学習がなされなければならないと主張した。人文主義者たちの影響力は大きく、イタリア各地の両方国家の住民たちは、新たな形態のラテン語教育を求めて声を上げ始めた。こうして、ラテン語古典文学、歴史、修字弁証法、自然哲学、算数に少々の中世ラテン語、 古典ギリシア語、近代諸語などを教える、様々な形態の学校が登場するようになった。この新たなカリキュラムは、人文書学と称された。イタリアの有力な都市国家においては、ラテン語学校が教育の基礎を担っていた。グラマースクールの校長職や、ラテン語文法、修辞学、方言の教授職は、学識豊かな人文主義者によって占められた。 人文主義者の一人であったグアリーノベロネーセは人文学の学習を入門、文法、修辞学の3段階からなるものとした。人文主義者たちは個人が学識を身につけること自体が社会の利益に貢献しているという信念を持っていた。このため大部分の都市住民にとって中等以上の水準の教育は人文主義的教育と同義であった。 知的活動や政治や経済に関わる組織は古典ラテン語を治め人文主義的文献の教育を受けた働き手を求めていたため人文主義教育は個人に社会的地位の上昇の機会をもたらした。学識あるものの言語であるとみなされていたラテン語は学問の世界においても尊重され盛んに用いられた。しかし14世紀初頭の時点で すでに各国の俗語による文献の執筆が始まっていた。こうした変化の結果として、また、ラテン語と俗語との工作が上級段階の学習においてもしばしば生じていたことなどから、ラテン語学校が他の教育機関に対して持っていた優位性はやがて消えていった。聖職者を養成する学校は、聖職者たちによって資金提供されることがよくあり、 そこでは、聖職者たちが教育に当たっていた。多くの歴史家の論によれば、1300年頃までの中世イタリアにおいて、教育は教会によって独占されていたという。ラテン語教会学校は、12世紀頃には、成立していたようであるが、イタリア独特の、より明確な形態をとったラテン語学校が、登場したのは14世紀以降である。 15世紀末のスペインの一部地域では、司祭や聖具保管係が他者に読み書きを教えることを教会が奨励していた。宗教改革以降の時代になると、教会の執行部や牧師を養成するために独自の発展を始めたプロテスタント系のラテン語学校の牧校に対して、カトリック教会は対抗策を打ち出そうとした。改革派の一人、ジャンカルバンは、 ジュネーブ信仰問答と共に、ラテン語文法の教授も行っていた。そうした実践にもかかわらず、改革派の一部には、俗語を用いる方がより効率的であることを踏まえ、礼拝におけるラテン語の使用を止めたいと考える者も,もいた。16世紀後半になると、カトリック側の対抗宗教改革が、効率学校制度の確立を後押しすることになっていった。 イエズス会は、自ら各地に学校を設立し、無料で、ラテン語文法、哲学、進学、地理学、信仰教義、歴史などを少年たちに教えた。カトリック側の対抗宗教改革派にとっても、イエズス会にとっても、聖職者のみならず、平信徒にこうした教育を施すことが重要と、考えられたのである。イエズス会は教育の意義を重視し、 カトリックが優勢な各地において、ラテン語学校や他の中東教育学校の運営責任を他のカトリック系教団から引き継ぐこともあった。ラテン語学校のカリキュラムは、主に古典期の作者と一部の中世の作者による文章の読解に基礎を置いていた。生徒たちは、 正式な形式に沿った書簡の書き方である書簡作文法の原理をまず習得しなければならなかった。書簡作文法の教科書の書き手たちは生徒たちに文法を教える際に用いるべきテキストとしてラテン語の文献リストを提示していることがよくあった。しかし教科書のテキストはオリジナルそのままではないことも多くしばしば教訓般を含むよう改変されたり 文法規則を例示するように書き換えられていた。テキストは、偶話や、詩文の形態を取ることが多かった。新入生は、簡単な基本的文法から学び始め、徐々により難しいラテン語の読解に進み、丸覚えする、統語論のマニュアル、ダナタスや、さらに進んだ、用語集や辞書を使うようになっていく。多くの教師は、それぞれ様々な本を使用して教えていたが、 最もよく使用された教科書はドクトリネールであった。ドクトリネールはラテン語の文法についての調子であった。この教科書は口語統語論、数量、修辞技法についての部分から構成されていた。このドクトリネールや数多くの教科書は教科書のカノンと称される。同様に生徒たちが上級に進んで、 本格的な書簡作文法段階に入ると、より論理的で実際的な、正式な三文体書簡の作成に焦点が当てられる。詩文は、ラテン語の学習に役立つだけでなく、記憶力を鍛え、真実に触れるものとして、しばしば教師が好む題材であった。中世紀には、古典期の詩は、教材の一部に含まれていたものの、詩文は、主な学習素材ではなかった。 しかし、ルネサンス期には、因律法や文体を習得するために、生徒たちは大いに古典期の詩文を学んだ。さらに、詩文の学習は、しばしば概念や単語の分析を内容に含んでおり、ラテン語の文法や修字法をより広い意味で学ぶ、一環ともみなされていた。諸艦作文法は、中世後期に、宗教的、政治的指導者たちの参加の組織の間で、 社交的通信の需要が高まるにつれて、一つの分野として創出されたものである。修辞学は説得の手段とみなされており、それを支えるために、所管作文法には5つの要素が求められた。すなわち、質問をどう表現するか、素材をどう示すか、適切な言葉と効果的な文体をどう選ぶか、どうやってすべてを記憶に残すか、 適切な抑揚や身振りをどう見つけるかである。しかし、ルネサンス期には、修字学は公的な立志的な書簡や記録をどのように書き記すのかという研究に展開していくことになった。この修正された書簡作文法は、キケロの著作である発想論と、かつてはキケロ作とされていたヘレンニウスはテベン論書から指針を取っていた。そこでは、挨拶。 自悲心、説話、誓願、結論の5つの要点が示されていた。この体系的なプレゼンテーションは、階層的組織を前提とした、中世の思考に由来するものである。人文書学は、近世に人文主義者たちによって創始された新しいカリキュラムであった。学問において、さらに上級へ進むためには、初等学校の段階から、人文書学の しっかりとした基礎を身につけることが必要とされた。1450年以降は、書簡作文法を学んだとしても、人文書学を収めていなければ、放送職に就くことは難しかった。人文書学の教育を受けた者は、ラテン語古典文学、歴史、修辞弁証法、自然哲学、算数に、少々の中世ラテン語、古代ギリシア語。 現代の外国語などを教えられた。大学に進む前の学術機関における人文主義的教育手法への境会の関与が交代していくに従って、ヒキルスト教徒の著作のテキストへの使用が広がった。ラテン語文法の学習のために書かれた会話を収めた1518年の書物、対話はエラスムスの著作で、当時最も人気の高い本の一つとなった。 人文書学を学ぶ生徒たちは、政治や実業に関わる職種にも十分な準備ができているものとみなされた。このカリキュラムで、ラテン語古典文学や、その他の科目を学ぶことで、個人は話し、議論し、雄弁かつ適切に文章を書くことができるようになった。近世の子供たちは、最初に、各国語の読み書きを学んでから、ラテン語学校に送られた。ただし、 両親に、金銭的な余裕があり、受け入れられる機会がある場合には、母語での読み書きを学ぶ前から、ラテン語学校に送られることもあった。通常、ラテン語学校の生徒は、男子だけであり、女子は家庭科、女子修道院で教育を受けるようになっていた。すべての女性に、信仰のもとに収めると決定したトレント、公会議以降、セーウルスラ修道会や、 などの女子修道会は、教団の手で自前の学校を運営するようになった。学問の学習の場としては、大学が最終段階となっていたが、大学の中では、ラテン語が講義や学術的議論に用いられる言語であった。しかし、キリスト教に改修したものも含め、ユダヤ人は、大学で教鞭を取ることが認められていなかったので、彼らは、 競技やヘブライ語、ラテン語を教える、自分たち独自の学校を建てていた。ドイツでは、中世から、ラテン語学校を意味するラタインシューレという名で呼ばれる、学校があり、小規模だった、施設学校ないしドイツ語学校とは異なり、そこに学んで、ラテン語を身につけた生徒は、生殖に進んだり、さらに学ぶために、大学へ進学した。ラテン語学校は、指教座制度や、 都市部の教区教会に付設されることがよくあった。宗教改革を経て、教会財産の世俗化が行われたところでは、ラタイン修レが、両方君主の庇護の下でフィルステンシュ修レや、私立学校に転換した例もある。かつてのラタイン修レは、今日では、ゲレールテンシュ修レギムナジウム、リゼウムなどの名称で呼ばれている。ラタイン修レは、19世紀中に、 人文主義ギムナジウムに転換し、現在の、いわゆる古典語ギムナジウムの前身となった。ゴーダのキューラテン語学校の入り口上部のモットー、プレイシュディアムアトキデカスクアスントイガウジアバイティ、ホルマントヒックアナモスグラハカラティーナルードゴーダのキューラテン語学校の入り口、2006年撮影。1575年から1876年にかけての時期、オランダのシ都市や 比較的規模の大きな村落には、ラテン語学校があった。16世紀以降は、古典ギリシア語が、科目に加えられたが、最初に導入したのは15世紀末のデベンターの、ラテン語学校であった。オランダで、最初のラテン語学校は、1253年に、ドルトレヒトに開設されており、この学校は、現在のヨハンデウィットギムナジウムの前身となった。18世紀になると、 新たに、フランス語学校が勃興し、オランダにおけるラテン語学校の人気は限り始めた。フランス語学校では、ラテン語に代わって、ヨーロッパのリングはフランカになろうとしていたフランス語が学べた上、職業実務に役立つ母記も学ぶことができた。19世紀になると、大学への入学試験が、ラテン語学校の外で行われるようになり、 ラテン語学校の最高学年の一つ下の学年から大学を受験することが可能になって合格者も多く出たためラテン語学校の最高学年で卒業試験を受ける者は激減してしまった。1838年オランダでは教育改革が実施された。この頃からラテン語学校と並んでギムナジウムが勃興するようになった。ギムナジウムにおいてもラテン語は なお重要な科目であったが、より多くの時間がフランス語、ドイツ語、また時には英語といった現代の外国語や数学、自然科学に費やされた。1838年以降、ラテン語学校は徐々にギムナジウムに転換していくことになった。1858年の時点でオランダには31校のギムナジウムがあったが、これに対しラテン語学校は、 まだ32校が残っていた。植民地時代の17世紀以来、現在のアメリカ合衆国にも、もっぱらラテン語による教育を行う、ラテン語学校が存在した。しかし、19世紀になると、近代的な教育体系を持った高等学校の制度化が進み、グラマースクール、ラテンスクールなどの形態は後退していった。しかし、例えば、 マサチューセッツ州ボストンにおいては、1827年に制定された、州教育法の下の公立学校制度においても、初等教育段階で、プライマリースクールと並んで、グラマースクールが、中等教育段階でもイングリッシュハイスクール、ガールズ、ハイノーマルスクールと並んで、ラテンスクールが、制度上位置付けられていた。ラテンスクールの名称は、 大学進学を前提としたエリートのための中等学校であることを意味していたが、ラテンスクールにおける教授内容も19世紀後半になると、ドイツのギムナジウムの影響もあって、古典語教育を残しながらも近代化していった。ラテン語学校からギムナジウム的なカリキュラムへ移行していく中で、古典語教育を残していても、公明に、 ラテンスクールがない学校もいろいろ登場してきた。その中には、ハイスクールが既存のラテンスクールを吸収する例や、アカデミーと称する私立学校もあった。結果的に、本来のラテン語学校ではなくなっても、ラテンスクールの名が残った学校は、歴史のある有力校であり、ボストンの場合これに相当する、ボストンラテンスクールは、1635年に創立され、 伝統的にハーバード大学との結びつきが強い特権的なエリート校である。同様の例としては、やはりマサチューセッツ州にある1645年創立のロックスベリーラテンスクールが挙げられる。ただし、19世紀以降に創設された比較的新しい学校がラテンスクールを名乗る場合もある。例えば、ラテンスクールオブシカゴは1888年。 ブルックリンラテンスクールは2006年の設立である。ありがとうございます。